第4試合キックボクシング特別ルールアンダー60キロ2ラウンドを行います。はじめに青木までより平田大輝選手の対します赤コーナーより高津瑠希人選手の入場です。ラウンドワン、はい。
ラウンド2ラストラウンド。試合終了。判定の結果を申し上げます。ジャッジナンバー20対20ドロー、ジャッジスミ20対19赤高津、ジャッジアレクサンダー大塚18対17、赤高津以上2対0を持ちまして、勝者赤コーナー高津。